ちりめんじゃこちりめんじゃこと昆布のおにぎりちりめんじゃこは、岩種類のこちぎょう、食塩水で煮た後、と、天日などで干した食品、ごく小さな魚を平らに広げて干した様子が、細かなシワを持つ木の織物のちりめんを広げたように、見えることからこの名前がついた。魚そのものは、しらすといい、しっかり干さないものはその名で呼ばれることもある。収量が多く、 油分の少ないカタクチイワシの飼料が用いられることが多い。チリメンジャコの体長は一般に3センチメートルに満たないものを指し、より大きいものはカイリと呼ばれることがある。牛乳とともにカルシウムを多く含む食品の代名詞ともなっている。チリメンジャコは関西での呼び名で茹で上げた状態のものをチリメンジャコ、茹で上げた状態のものをさらに乾燥させたものをチリメンジャコとして、 別の商品として売られている。関東では、シラス干しらすぼと呼ばれ生乾きの状態で出荷されていたが、現在では、その区別は曖昧になってきている。京都では、ややとととも言う。春から秋は、カタクチイワシの死魚、冬季は、マイワシやウルメイワシの死魚が漁獲される。マイワシは2月から3月に、日本の南側の海で産卵し、その治魚は3から5月に、太平洋岸や瀬戸内海で、 水揚げされる。主な産地は、兵庫、静岡、愛知、大分、大阪、愛媛、鹿児島、和歌山、徳島、宮崎、高知、広島。一旦漁獲された死魚は、痛みが早いので、水揚げ当日に製品まで加工される。この校では天日干しによる生産を解説する。当日中に、天日干しをするため、漁期中でも雨の日は失業しない。 毎朝当日の天候や波の状況を確認した上で、失業の可否を判断する。漁船は単独、または二隻一組になって、目の細かい網を引く。漁獲後は直ちに漁港に寄港するため、失業から寄港まで一、数時間程度である。漁港で水揚げされた、小ち魚は直ちに加工場に運ばれる。細かい網での漁なので、イカタコ、アジサバ等の小ち魚が混入しており、これらの異種魚を除く。 この状態の生のコチギョを、高知県では、泥目と呼び、酢味噌で味付けしたものは、酒の魚として珍重される。漁船の寄港時にはすでに大釜に、食塩水が煮立っている。選別されたコチギョは、釜で短時間煮られる。釜から取り出した、未乾燥品を、釜揚げしらすと呼び、冷凍して出荷する。日当たり風通しの良いところに細かい網を水平に開き、その上に煮上がった。 ちりめんジャコを広げる。これは、手作業で行われる。干す時間は、当日の天気や、風の具合によって判断する。そのままご飯にかけたり、炊き込みご飯、煮物、炒め物などに利用される。1980年代までは、日持ちがする塩分の高いものが好まれたが、最近は健康への関心の高まりから減塩された。製品が多くなっている。漁獲された際にはタコ、エビ、カニ、 タツノオトシゴなど、岩種類の魚以外の様々な生物の稚魚や幼生が混入している。かつてはこれらが混入したままチリメンジャコに加工されて販売され、購入したチリメンジャコの中からこれらの混入物を拾い集めて楽しむ者も,もいた。2004年に大阪府岸和田市の岸和田市然資料館の学芸員がこのような混入物をチリメンモンスターと名付け、その呼び名が広まった。 これらの混入物は価格の低下を招くほか、混入する無毒なフグの稚魚、エビカニによる食物アレルギーの表示義務が生じることなどから、近年は漁獲、製造、販売時に取り除かれるようになり、混入した状態で販売されることは少なくなった。一方、このチリメンモンスターを教育に活かそうとする試みが始まっている。ありがとうございます。